こんばんび、声が小さい、こんばんび、モスマンです。大岡賞の週ですねと、今日は金曜日の夜の9時半なんですけど、残念なことに朝から4回ほど動画撮ったんですが、全部ボツ面白くない。編集のソフトかけて自分で見て、うわつまんねと思って4回とも全部ボツにしてしまいまして、ちょっともうやけくそ気味で、もうちょっと完全に疲れてるんですよ。今日給料日だったんだけど、2週間でレギュラー80時間プラス残業48時間なんだ。だから2週間で3週間分働いてんじゃねえかよっていうね。まあ日本においてまあ残業ね、2週間で48って普通じゃんってなるかもだけど、いや結構疲れたな。やっぱりフロリダへ出張したりとか、サスケアライナ出張したり、片道5時間ドライブとかもザラだしね。おでもこれね、疲れ切った脳みそで何かを生み出そうとしても何も生まれてこないってことが改めて分かった。結局ね、紫式部とかね、あの源氏物語とかね、あんなものはね、やっぱり暇で暇で暇でどうしようもない人が有り余った時間の中で何かしらこう創作しようとするからできるんであって、あの畑仕事で忙しい農民がね、源氏物語なんかあんなエロ本みたいなもんは書けない。やっぱり何か作ろうと思ったら、あのインプットする時間絶対いる、そして脳に酸素供給いるってことで、もう今回は何も創作できませんので、やけくそでまずはまあ飲むかと、の飲んで少し脳にあのなんていうか、酸素じゃないけどもアルコールで血液の巡りを良くしていこうじゃないかと、喉の滑りも良くしようじゃないかという試みですね。なんでノープランだし、見たからといってあなたの馬券の参考になるわけでもありませんが、でも大岡賞これすごい楽しみだなっていうの、本当それはあるんでね、一頭ずつぐらいちょっとまずパッと見ていきたくてね、もう本当ちょっと長い動画になります今回。もうね、ノープランだしノーカットにしたい。もう切れてるからですね。今回の大岡賞でもね、馬券ちゃんと買いますよ。まあ要約すると、一応僕がやっぱ思ってるのは、リバティアイランド一興ムードどうかなっていう気もする。彼女はいい馬やし、まあ勝つ可能性はだいぶ高いと思うけども、一本かぶりってのはどうかと思うね。ドゥーアイズも十分チャンスがあると思うし、僕は彼女のことちょっと舐めてた、阪神ジュベナルフィディスの時に。謝んなきゃいけない。ディープインパクトかけるルーラーシップのニックスをね、ちょっと侮ってましたね。あとハーパーも上兄弟全部走ってるしね、ハーツハーツドゥラハーツかな、で上も走ってるし、彼女もパフォーマンスやっぱ良かったね、前走ね。ドゥーアイズ倒してるってのはやっぱレベル高いと思う。今見たら3番人気だもんねっていうことだし、コナコーストは誰か体重の減少止めたれよと思うし、新緑化ね、こう新緑化についてちょっとメインで話したいよね。シングザットソングだってこれは岩田未来騎手乗り換わりっていうのがちょっとと思っちゃうんだけども、いやでもどうかな、ちょっとなんか結構今回どんぐりの背比べみたいなんだよな。ペリファーニアは横山武史騎手とシカド調教師のインタビュー動画見たけど、なんか噛み合ってねえな、この二人どうなんだってなんかよく分かんなくて、今から考える。でそうだね、ラベルはそうだな、今後の桜花賞でまずスタート5部で出て枠最悪だけど、前走に続いてやっぱりこの馬能力が高いんだぞっていうところをちゃんと見せてくれれば、掲示板外してもいい、でも6着でも7着でもいいから、この中間ね、おそらく厩舎でしっかりと教えてきたことをちゃんと学習して、それがね出せていれば、オークスだってちょっとやれるんじゃないかぐらい思ってるのよ、この北三勢ね、こっちの体重がもう減って減って止まらない、この酵素といいねっていう感じで、まあちょっと今こんな感じでざっと喋ったんですけども、一頭ずつちょっとまあ話していく。まあちょっとまだビールが全然入っていないので、よっと、今年の桜花賞馬券は結構楽しめそうね。去年はまあスターズオンアースがね、ここからまあバチンと来たわけだけど、今年もなんかこの後ね、オークスに向けて大本命になるような馬出てくれるといいですね。じゃあ乾杯ですね。
仕事休んでよかった。今日はあの確定申告を済ませるためにあの無理言って会社お休みしまして、確定申告とりあえずあとちょっとまで来た。あとちょっと、まだ終わってないけど、この動画なんとか世に出せるといいね。本当に4回失敗するとね、ちょっと心が折れるね。なんでこんなつまんねえ内容しか話せねえんだろうと思っちゃった今日。大丈夫、カメラの外にもう2本目スタンバってるから。1番ブドントール、ブドントール、あのまあ鮫島騎手がねコナの方に乗るっていうことなのかな、まあ池添騎手に乗り換えだけど、どうですかね、ちょっとビッグアーサーの子なんでね、なんとかしてほしいんですけど、なんかこう前走のコンマ4の負けがね、もうちょっとやってほしかったですね、正直ね。ちょっとやっぱインパクト薄くなっちゃいましたね。まあ人気も反映して16番人気です。まあそうでしょうね。ガスがブトンドールはこの競馬でちょっと見どころあるところを示してくれたら、まあ例えば夏のね、3歳勢が小馬と混合で走れる、その、あの何でしょうか、短距離のレースとか、あの函館スプリントステークスとか、そっちでちょっと応援したいなぐらいで、ちょっと今回どうかなっていう気もしなくもないね。残念だけどね。ライトコンタムの動画をね一生懸命撮ったんだけど、全然面白いこと言えなくてね、本当後悔してるんだけど、僕はワンチャンあると思ってますよ。で彼女のことは阪神ジュベナルフィリーズの時に知って、まあ、新馬戦見直してみて、ああ今だなと思ってね、新山記念の時もこのまま取り上げてるんですけども、あの武幸四郎調教師のインタビュー動画を見ました。武豊騎手のも見てたんだけども、あの正直武幸四郎調教師もやってみないと分かんないなって感じでしたね。何しろ前走でスタートしくってガチャガチャの競馬になっちゃったから、なんとしてでもやっぱ初馬五分で出したいっていうね、もう内枠がいいとか外枠がいいとか以前で初馬五分っていうのがおっしゃってたし、であるがゆえに後入れがいいってことも言ってたんですよね。でも1枠2番ってね、偶数だから後入れでしょ。なんでまあ念願の後入れの内枠、これでもしスタート五分で切れれば、そうですね、豊かマジック発動の条件結構揃ってきてね、あともうちょっと必要なんだよね。あの馬場はまあちょっと人間の、あのまあ手の及ぶところじゃないんだけれども、まっすぐ走ることとね、あとはやっぱりこの馬のその気性、合わせ馬するとこう追っかけちゃう、だから単走でってことを幸四郎調教師言ってたけども、まあ合わせると追っかけちゃうっていうのはやっぱり抜かれたくないっていうか、あんたなんかに負けたくないのよっていう、そういうね、この要はファイティングスピリットをやっぱ持ってるっていう、そういう解釈もできるんだね。なんで内枠でしょ、スタート5分で出て2番手3番手逃げてもいいけども、この辺でねしっかりこう前にこう目標物を置くような、そういう感じでスムーズに先行できたら、で直線向いて、まあ、そう直線向くまでにある程度決まると思うんだけども、あとはもう右回りですんでね、豊か騎手が追って、まあ、内拉致に頼れば右に持たれるんだったら、右は拉致だから今回。そうなんだよ。内拉致沿いで競馬できて直線向けば、もうね、豊かマジックはね、発動すると思うんだよね。で、彼のやっぱりいいところは、まあ、こういう、なんていうのかな、ちょっとタラ馬乗った時にまあなんとかしてくれるんじゃないかなっていう期待を抱かしてくれるところだしね。ライトクォンタムはとにかく1枠2番後入れってこれを引いた時点でおワンチャンあるなってちょっと思いましたね。あとはちっちゃい馬なんでね、あとなんだっけ、直前の輸送で結構体重減るってことだから、前走よりも減ってほしくないですね。でもオークス向きだなんて記事もあったけど、いやいやオークス向きだってそれは今逆裏を返せば2戦2勝の今回はちょっと厳しいってそういうことでしょうっていう、ね、そんなネガティブなオークス向きなんていうそんな記事は嫌でね、桜花賞で構想すれば嫌でもオークス向きになるから、あ大和メジャー3区ですみたいにね、明らかに距離の壁があるような血統構成じゃなければ、桜花賞の構想材料がまんまオークスの構想材料ですからね。
なんでライトクォンタム、この枠は本当楽しみ。頭発売ですね。はい。でリバティアイランド、トライニー2枠3番、ソメヤケボ、ソメヤケボじゃないか、あー G1 レーシングか、似てんだよ、酔っ払ってるからね。リバティアイランドでもどう思いますか。めっちゃ強い馬だと思うけども、そこまでかなっていうね、新緑化とそこまで差がありますかと思うんだけどね。まあアルテミスステークスはラベルの2着だけど、あれはねちょっと府中で前壁になるっていう、川田騎手ちょっとやっちまった系の競馬だから、阪神ジュベナイルフィリーズはやっぱ前がこう障害物がねないように外出してクリアーなところをまあ持ってきた。やっぱジョッキーの判断も良かったし、人馬一体のすごいパフォーマンスだったのは認めるけども、なんとなくですけど、中内らかける川田かける直行便で G1 ってなんかまだ僕ってなんか、でもまあそれはそれで、でもさ、このコンビでね、前哨戦のトライアルですげえ勝ち方して本番はあららっていうのをリアアメリアとかね散々見てきてるから、まあトライアル爆勝ちするよりはいいのかもしれないけど、直行便で。でもなんかね、中内ら厩舎ってのはやっぱ本番であらっていうイメージがまだあってね、なんかまあ馬券このまま切るってのもちょっと度胸いるけど、僕は一強だと思ってないですね。どう思います？ドゥラメンテで今年もね強い馬出るかっていう、そうだね、そうだね本当になかなか難しいよ、リバディアイランドは。本当になんかぶっ飛ばれたらちょっとそれこそわーっていう、そんなシーンも目に浮かばなくもないからね。ドゥアイズです、この馬本当謝ります。はい、あの実力舐めてました。あのディープかける ルーラーシップっていうのはもっともっと奥が深いですね。本当に阪神ジュベナイルフィリーズね、本当舐めてた。前走もしっかり伸びてるし、このままもっともっと良くなってくる気配がやっぱある。で吉田隼人騎手も頼もしいしね。あの面白いのはルーラーシップ3区っていうのはディープの肌がやっぱり、あもうニックスなんでしょうね。本当奇跡もそうだし、まあドルチモアもそうなのかな。とにかくこの配合多いしって言って、ディープ、あの瞬発力の塊のディープの肌なのに瞬発力勝負弱いんですよね。奇跡も、瞬発力っていう点だとちょっと見劣りするんだよね。 だけどパワーっていう意味ではね、やっぱそのディープの非力なところをルーラーシップが補っていて、パワーは満点なんですよね。なんでドゥアイズは切れない。もう今回その前回大阪杯でキッドさんをね、切ったことをね、あの後悔したと、マイルチャンピオンシップでキッドさん切ったことを後悔したって、そういうことで、まあ、キッドさん入れたんだけども、今回も理由はちょっと似ててね、阪神ジュベナイルフィリーズで瞬発力勝負になると分が悪いっていう、そういう理由でドゥアイズ切ったんだけども、それは間違いだったね。彼女はだいぶ強い馬だと思うから、これはちょっと馬券は必ずドゥアイズは入れますね。ハーパーはね、ハーツクライガイロンからいきますと、あの肌馬がね、アメリカの種牡馬の肌馬の時ってアベレージにいい馬出すんですよね。まあ今だと、ドーディウスがね、あのヴィンディケーションシアトルスルーだし、なんだダノンベルーガも、ティッツウェイかね。でまあそもそもジャストウェイからしてワイルドアゲインの肌にハーツだしね。本当にハーツクライっていうのはアメリカの肌と、まあ、相性の良さを見せてる、まあ、って言って、まあリス・グラシューはフランス調教馬のアメリカンポストがダムサイヤだったから必ずじゃないんだけども、まあ晩年は特にアメリカの種牡馬の肌とで結構いい、ね、活躍馬出してると思ってるんでね。ハーパーも、セレスタのお父さんジャンプスターとね、やっぱアメリカだから、このハーツクライガイロンに当てはまっているわけでね、うん、しかも上も走ってるからね。ハーパーちょっともうちょっと今オンタイムで考えます。ハーパーマジでどうしようかと思ってますね。これは前走川田騎士で今回ルメール騎士でしょう。いわゆるその友道仕上げですか、ちょっと分かんないけどハーパーどうしよっかな。パーパーじゃないんだよね、ハーパーなんだよね。僕アイナプー割と好きですよパーパーで言うとね、モズメイメイはねちょっと何も言えないです。あの全部が全部コメントできるわけじゃないです。コンクシェルも何も言えないです。キタウィングも何も言えないですね。コラポスト
コナコーストすごい言いたい。この馬のこの馬体重のこの減少誰か止めたれよってことですよ。この馬使うたんびに体重減らしててさ、いやこれは僕はポジティブな要素ではないと思うんですよね。この時期の馬で使うたんびに体重減るってのはね、まあ、特に、まあ、8月の小倉でデビューして次が2月の中京だからいきなり半年空くわけなんだけども、まあ、ここで、まあ、10キロ減らしてきて、冬場で10キロ減らしてきて、さらに4キロ減らしてきてでしょう。いやーやっぱりちょっとね、競馬直前になってなんか馬が入れ込んでとかで減ってるんじゃないかなって思うんですよね。まあ北さんの子だし、もし体型的には結構スラッとしたタイプなのかもしれない、まあ、ステイヤーっぽい体型の可能性が高いよね、北さんの子だから。なんだけどさすがにこれ以上減るとちょっとなんだから、今回はちょっと馬体重どれぐらい、まあできればプラマイゼロか、ちょっとうっすらプラス2キロぐらいで出てきてほしいなと思ってるんです。で今回はさておき、やっぱオークスでちょっとなんか面白いかなと思ってるんで、まあ、サミシマキシュはね、こっちブゼンドールじゃなくてこっち選んでるしね。うん、体重これ以上減らないでほしいね、本当に。でまあキカさんの子はやっぱり確実に万世だと思うから、でイクイノックスが結局もう能力高すぎて隠せないっていう理由でね、サスク賞もダービーも2着来ましたけども、この時期モーリスの子もそうだけど、やっぱりちょっとね、うん、分が悪いですね。間違いなくもうちょっと完成は後ろの種牡馬だから、この時期だとやっぱり馬のまだ耐久性とかね、そんなに強い直ビシビシできないとか、なんかやっぱりディープの子とかに比べたらちょっとスクラシック、春のクラシックは分が悪いのかなと思いつつ、でもこの馬も結局やっぱ能力の高さでチューリップ賞とかしっかり2着で来てると思うんで、体重だけちょっと気ぃつけたいなって。ここでプラスマイナス0かプラス2ぐらいで掲示板乗ってくるようだったら、あーオークスはちょっと色気を持った目で見たいなと思ってますんで、ここはねそれこそのオークスに対する、うん、まあ、適性っていう意味でもちょっと注目はしていますけど、馬券にはちょっと入れないかもしれないですね。エミューは何も言えないです、まあ、何も考えてないですすいませんね。で新緑化だよ、マジで。新緑化はねこの馬がちょっと楽しみに思ってるんです。サートのダイヤモンドの子でねクラシック乗ってきたね、あの福永騎士で函館でデビューしたやつ、シザーハンズだっけ、なんとか、あのいきなり骨折しちゃったやついたじゃないですか。あれが僕は里のダイヤモンドの子の中ではぶち抜きでいいと思ってたんですけど、こっちが来たかっていうね、まあ、僕の友達のね、まあ、業界の人間ミスター K がね、里のダイヤモンドのは明らかにスタミナ型でスピードどうかなってことをデビュー前に言ってたの。でも逆にスピード乗った子は結構いけるんじゃないかと思ってるんでね。で新緑化も間違いなくオークスのその24っていう距離は適正っていうか、まあ16よりは24の方が多分いいと思うんだよね。で、まあ、だから能力高ければもうこの16でもってことなんですよ。で調教師さんのインタビュー見ました、竹内調教師のインタビューね、自分で、まあ、見に行って下神戸牧場にね、でもうぶち抜きで馬は良かったと、ここでまあ買ったって、まあ、ここのトネッコの時に買ったってことでね、トネッコ見てまあビビッと来て買って、その馬でクラシック乗っけてくるっていうのはこれはホースマンとしては一番かっこいいパターンで、ね、里のダイヤモンドの子で、まあ、ダムサイヤ金亀なんだけれども、前走の競馬が結局内か外かっていうそのトラックバイアスによるところがある程度大きかったんじゃないかなって今その振り返って見て思ったんです。僕は阪神ジュビナイルの時はこの馬に関してはもう完全にスルーしてましたね。で今回も竹内調教師のインタビューを見るまではほとんどスルーしてましたね。でなんでかっていうとね、やっぱり小畑ジョッキーで G1 行ってるっていうのがね、まあ、小畑で G1 行くっていうのはまああんまり勝負ならないのかなとか思っちゃうんですけど、今回また吉田豊騎手に手が戻るんですけど、まあその10月の吉田豊と今の吉田豊は意味が違うと世界の吉田になってるんでね、ドバイワールドバンサラスね、
なんでね、吉田豊騎手にの戻るのはちょっと面白いし、そのスピードが乗った時の里のダイヤモンドの3区っていうのは結構面白いんじゃないかと思ってる。そして前走もコンマ4だけど、もう一回言うけど内外の差が大きかったんじゃないかなと思ってるから、リバティアイランドも前走からここ直行便、新緑化も直行便です。なんでまあ6枠11番で枠はやや外めだけども、ちょっと楽しみにしていますね、新緑化。ここはね勝たなくてもいいです。2着か3着かこの辺で馬券に絡むぐらいの、パフォーマンスをしてくれたら、この馬こそやっぱオークスで楽しみにしたい馬ですね、どう考えてもね。はい、新緑化は今回一番、そう一番って言ったらダメなんだけども、一番はやっぱりライトクォンタムなんだけども楽しみにしておりますね。で、まあ、最後ちょっとペリファー、まあ、ラベルも塗るかペリファーニアなんだけど、のどなりのようでいてのどなりでないっていう横山武史騎手はのどなりって言ってて、調教者はあれは実はのどなりじゃないんだって言ってるんだけども、どっちにしろ、まあ、呼吸器系に少し問題があるっていう、まあ、認識でいいんじゃないかなと思うんだね。で調教で下縛ってたってことで本番も縛るか分かんないけどって、一応ちょっと言っとくけど、下縛るってのは呼吸とは何の関係もないですよ。そのインタビュー動画のコメント欄で、なんか舌が喉に詰まってしまうからみたいなことをね、まあ多分冗談半分で書いてる人いたんだけども、一応言っとくけど馬は鼻呼吸だけなんでね、はっはっはってこれは口呼吸、人間なんでね、馬鼻呼吸なんで、舌がっていうのは呼吸とは関係ないと僕は思ってますよ。舌縛るってのはやっぱり馬がこう走りに、ね、集中してほしい、ハミで遊んじゃう、ベロでこのハミをカチャ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 遊んじゃったりする馬がいるから、それをやめさせるためにこうギュッと舌を縛るんであって、単体は馬の集中をこう促すものであって、呼吸器系に対する対処ではないって僕は思ってます。なんで、まあ単体するなら単体するでいいけど、まあただ呼吸器系に問題があるっていうのはやっぱりちょっと嫌ですね。割と横山武史騎手は色気持ってる雰囲気でしたけどね、正直言ってね。まあモーリスの子らしい、僕らっていやペリファーニア走ってくれたら嬉しいは嬉しいんだけども、ちょっとなんとなく鹿戸雄一調教師のインタビューの内容が、まあ、ちょっと気になりましたね。僕は僕はペリファーニアはちょっと発動かなと思ってますね。来たらもうごめんなさいですけど、ペリファーニアはちょっと発動かと思ってますね。で最後ラベルですね、こっち北さんですね。さっきの北さんって言ったらコラコーストもそうなんだけども、馬が幼いんですよね。今回の調教動画も見ましたけど、やっぱ若干まだ馬がちょっと幼さを見せていて、でも阪神ジュベナルフィリーズの時の調教よりはなんかまだこうよマシというか、少し馬がこう走りに集中してきたなみたいな印象は持ちましたが、とりあえず枠が最悪っすね。どう考えてもやっぱこの桜花賞で8枠17番ってのはよほど頭抜けて能力ないとちょっときついですね。なんでラベルは今回馬券には入れないですけども、コナコーストと一緒で北さんの子だから、あともう60日与えればオークスの府中の人形の舞台だったら、上位進出してもおかしくないと思ってるんですね、能力が真にあれば。なんで今回、まあ、前走出遅れましたけども、今回出遅れずに例えば、まあ、ある程度中段から競馬行って6着でも7着でもいいんだけども、少なくとも競馬っぷりがね上手になってるところが分かれば、僕はラベル、まあ秋以降楽しみな馬ですが、オークスだって楽しみだなって、まあちょっとね、そこはやっぱコナコーストとラベルの北さん2期は次走のオークスに向けて、まあ、気配を確かめたいなと思ってますね。っていうことで、お前本命どれなんだよって今オンタイムで考えてるんですけど、一応本命ライトクォンタムにしたいな。やっぱ後入れの1枠2番っていうのはね、これは豊かマジック発動の条件満たしてますんでね。しかも右に持たれる馬が今回右回りだから、まあ内ラチ頼れば右に持たれることはないわけだし、左ステッキ連打でいいからね。
ライトクォンタムスッとスタートパンと決まって、2番手でも3番手でもいいからうちうち通って、で多頭数競馬やったことないっていうのはそれは僕も最初思ってましたけど、こんだけ内訳引いたらもう先行してしまって内拉致頼れば多頭数関係ないですからね。なんでライトクォンタム僕は本命にしよっかな。幸四郎調教師自らねまたがって口向き直したりとか、本当にまあ名将マンボの武幸四郎がね、やっぱ当たりの柔らかい長身でね、膝下長くてリーチ長くてっていうこの長身のジョッキーで当たりの柔らかかった武幸四郎調教師自らしっかり馬作ってるっていうのはね、頼もしい材料だと思った。なんでライトクォンタム本命かな。次がね新緑化と、リバティアイランドだな。ドゥワイツとハーパーあいみつだよな。どうかな、僕はでもハーパーだったら正直ドゥワイツ入れたいかな。あとそうだよな、なんだかんだ言ってでもコナコーストはコナコースト体重見てもしプラス4キロとかだったらちょっと考える。だからちょっと体重見させてください、コナコーストは。これ以上減るのは本当にちょっと勘弁してほしいんだよね。とりあえずライトクォンタム、レバティアアイランド、ドゥワイズに、そんなとこかなあ、でもハーパー捨てがたいな、ハーパー捨てがたいな。三連複だね、ライトコンタム頭だね。そしてリバティアイランドより僕は今回ドゥワイズの方を信頼してますね。やっぱ一回トライアル使ってるっていう理由ですね。なんでライトコンタム、ドゥワイズ、ここ固定にしてこうしたいんだけど、まあリバティアイランドも入れますよ、ハーパーも入れますよ。そしてコナコースト、新緑化、新緑化入れる。コナコーストをちょっと直前まで考えたいですね、体重ですっていう感じ。ペリファーニアはやっぱりちょっとですね。ラベルはオークス楽しみ、もっと言ったら秋の秋華賞楽しみですね。酒井隆盛騎手で、本当にまあ今回は出遅れないっていう、出遅れなくまあスムーズに競馬できるとこみたいですね。はい、ということですいませんが、こんなとこでねもうベロベロになってしまいましたが、もしよかったら皆さんね、いや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 と、ペリファーニアいいじゃないですかと、シング・ザット・ソングいいじゃないですかってね、もう皆さんのね推し馬、そのまあまあまあ本命どころはなんか大体同じような、まあ例えばリバティアイランドを馬券から切る人少ないと思うし、あるいはドゥワイズとか、ね、ハーパーあたりもやっぱりこう、まあ、入れる候補にしてる方多いと思うんでね、ぜひ皆さんの推し馬をね、こういうこの馬ここがいいんですよっていうのを教えていただいて、僕がね直前でこう馬券変えるように説得していただければ嬉しいですね。以上です。30分動画です。これもうねノーカットっすよ、めんどくさいから。はい、今回すいません、本当に人間って疲れると本当に何もアイデア浮かばないものですね。今回も本当にもう脚本も悪かったし構成も悪かったし、4回撮って全部ボツって最低の週でしたけど、酔っ払った勢いで最後動画撮ってみました。本当ね、こんなに長いだけでね、身のない動画ですが、最後までご覧いただいたあなた、ありがとうございました。検証動画でお会いしましょう。じゃあ、良い週末を。バイバイ。